はい、準備が整いましたのでね、これからパネルディスカッションを続けて、行いたいと思います。準備よろしいでしょうかね、皆さん席ついていただいて。では、街並みフォーラムのパネルディスカッションをこれから行いたいと思います。パネラーの方ですね、公益財団法人妻子を愛する会理事長でございます藤原義則様に一つよろしくお願いいたします。
全ての大陸から来ているというのが実情であります。で、一足立て技屋というところでユチャの接待をしながらですね、あなたどこの国から来たのというのをデータを取りまして、そのデータがですね、世界82カ国から来ているというのがありまして、こんな国どこにあるんだと思って慌てて世界地図を書きましてね、それで調べたというのがこのデータであります。で、じゃあその中山道の中でなんで引きつけられるのというのを見ますとですね、伝統的な町並みを楽しむ、観光地化されていない古い町並みを楽しむ、歴史的な建造物、町並み、それから自然、豊かな自然環境、あるいは地域の人たち、地域の食べ物とかいうのをですね、ずっと楽しみにしているよというのがこのデータであります。で、ここの、これ妻の宿場と、これはですね、籠井峠のすぐ下の中山道です。で、これは奥屋という共同館の、この社交が非常に人気がありましてですね、これを目指せに来る人たちもおりますという状況ですね。これがおもてなし、何をおもてなしにしているのというのがあるんですけども、おもてなしのサイクルとしては、この今、一国立場茶屋という昔の茶屋なんですけども、そこで湯茶の接待をしていますよ。それからパンフはですね、多言語化、トイレは洋式化、Wi-Fi スポット、荷物の運搬サービス。それで、地域の人たちは英語、中国の勉強会なりをずっとですね、やってきました。で、Wi-Fi スポットというのはね、絶対条件だと思うんですよ。これは、黙っててね、自分の国にね、来た人たちがです、友達に紹介してくれるんですよ。そうすると、この次に行くときは私もそこへ行こうという感じになりますんで、宣伝費、ただで宣伝してくれるというのがありますから、非常に有効なツールだと思います。で、継続的にですね、おもてなしをやっていく必要があるということで、どんなことをやってきたというのはここにあります。例えばトイレの洋式化というのはもう、10年も前からですね、ずっと洋式化をやってまして、ここの洋式化はですね、元気づくり支援金を使ってですね、先ほどの太田副知事じゃないですけども、あの人、基礎の地方事務所にいたときに訪ねて行ってですね、こういうわけでトイレを洋式化したいと、これ何か知恵ないかという話になりまして、って言ってね、県費でトイレ作ったという話は聞いたことないぞと。それでも、中山道のおもてなしということで、トイレの洋式化するけど壁は自分たちで作ると、あるいは屋根は直すということで、環境整備の一環としてやればですね、元気づくりの対象になり得るということでね、あ、それいただきということで申請して OK になってですね、2年間で4箇所直したとかですね、あるいは私の来てるこのハッピー、これも元気づくり支援金でもってですね、地域の人たちのPR をこれでするということもあったり、あるいは案内人のですね、ユニフォームを作るとかいうのをずっと元気づくりを使わせてもらってですね、整備をしてきたということになっております。現在、今年は何をやろうかというと、その中山道を歩いてきた人たちが地元に来てですね、温泉に入りたいと。待てよ、ここは温泉ないぞという話の中で、それだったらシャワールームを作ろうと。シャワールームを作ってそれを利用することをすれば一つのおもてなしになるよということでですね、そんなことを始めたり、東北大学でもって観光に関することをですね、例えば松本大学の佐藤前教授だとかですね、彼リンチさんに頼んでですね、講演してくれと。リンチさんの場合には外国人の目線で見た日本の旅館におけるおもてなしだとか、こういうことがあればいいなということが見えるはずだと、それを講演してもらったということがあって、ずっとですね、継続的にやってきたというのが一つの利点だというふうに思っております。で、簡単に言いますとですね、継続して物事をやるということと、中山道宿場の町づくりをずっとやっていく必要があるよと。点でやっても点でダメなんで、面でやろうよという感じですね。
それで、外人に聞くと何か良かったのというとね、交通の便は悪いんだけども、この景観に比べればですね、そんなことなんてことないよと、ワンダフル、ビューティフル、エクセレントという回答で帰ってくるというのがありましてね、それをこれからもずっと継続してやって、がっかりという評価で判定というか、評価を下されないようにするということが大事だなというふうに思っております。で、ちなみにこれ国の方に要望したんですけども、意欲ある団体というのはいっぱいおるはずなんで、そういったところにもっと援助してくれということを言ってですね、終わりにして帰ってきたという経緯であります。あとまだQ&A がありますから、その時で話をしたいと思いますけども、こんなことをしながらですね、継続してやってきているということ、それからこのコロナのためにですね、9月までは非常にしんどかったんですけども、皆さん歩けるようになったということ、あるいは車で移動するということができるようになりましたので、駐車場は前年度を上回っているとかですね、歩く人たちもそれなりに増えてきてですね、9月に入ってからは 120% を超えている状況だもんですから、多分このまま続くということと、飛行機が飛ぶようになればですね、それもまた復活できるだろうというふうに期待をしながらですね、環境整備に努めていきたいというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、そうしましたら続きましてですね、NPO 法人夢空間、真っ白の街と心を育てる会理事長であります加山敦美さん、お願いします。はい、加山でございます。どうぞよろしくお願いします。パワーポイントでかなりこう倍数あるんで早口でしゃべりますんで、よろしくお願いします。真っ白はですね、夢空間というのは20年目で、ちょうど今年に設立20周年ということなんですけども、20年前振り返ってみますと、真っ白は遅れてる、真っ白はダメだな、そんな住民の声がですね、随分聞こえた時期なんですね。で、そういった中で真っ白をなんとか元気にしなきゃいけないなということで立ち上がって、住民自身が自分の目線でですね、地域の資源を掘り起こしながら、そしていいところをこう発掘していって、それを見える化し、そしてそれを観光資源にこう結びつけるという努力をしてきた結果、また行政がですね、非常に力を入れてくださって、そして、街並みが良くなり、また観光客も増えてくるということになってきたわけでございます。これ、はい、ちょっとじゃあこれは合併した時がちょうど50年ちょっとになりますかね。当時は観光客20万人、今現在50万人ということでございます。まあ、今日歩いていただいた方は分かるとおり、いろんなの資源、真っ白でを含めてあるわけでございますけども、そういった中で文部学校とかですね、さながって、そして今日行ってませんけども、横田家住宅、今これ改修中で、来年ですかね、町のオープン、春、来年春オープンします。はい、ということで、道山神社などもあったりとかですね、で彫刻寺っていうのは、真田信之さんのお様屋のある場所でございます。で、結構真っ白に訪ねてくださる方々は、地下も、道山地下もということで、世界大戦の時の、ですね、天皇さんをお呼びするというような場所が現在一部公開されているということでございます。で、こういった中で真っ白を元気するにはどうしたらいいかと、本当に皆さんですね、合併してからだんだん長野市の中に埋没してしまって、だんだん元気なくしていったっていう時期なんですね。で、大型電灯が周辺に出てきますので、中心市街地が衰退化するといった中で、長野市は中心市街地活性化基本計画を長野市中心部と真っ白と篠野に3カ所で作ります。で、私どももそこに参加したんですけど、その時に出たテーマがですね、城下町らしい町並みを演出しましょうということと、歴史文化を生かした観光商業を推進しましょう、来訪者を迎え入れるおもてなしの心を推進しましょう、人に優しい交通環境を整備しましょう、こういう4つの大きな柱を作りまして、町を全体を丸ごと博物館にしようという構想が立てられました。で、これに基づいて私たちは、大体行政が作る立派な報告書っていうのは、作って終わりになっちゃう場合が非常に多いんですね。で、それをやっぱりこう具体化していくには、住民がやっぱり、できることは住民がやっていくと、行政にお願いすることは行政にやっていくと。
ということで、ちょうど100名が集まって立ち上がったのが夢空間で、いろんなね、いいとこ探ししましょうということで、さまざまなあるものをですね、まずこう拾い上げていって、でこれを、はい、すみません、優先あの飛んでちゃったです、ね、順番にこうやっていくんです。で、一つ初めにやったのはあの武家屋敷のお庭、100箇所くらいお庭がですね、まあ、ちょっと中にあるんですね。こういった中で城下町の中に水路があって、そしてお庭が各お家にあるといったようなこと、これの良さを発見というようなことで、それから町並みですね、やっぱり、文化財はあっちこっちに点在してるんですよ。でもその途中途中にですね、民家があったりとかしながらですね、こういったものがですね、随分あちこちにあったんですね。でそれに私たち調査をして気がつきました。で、その調査をしたものをアルバムにしてですね、ちょうどあの鷲澤さんという市長さんが市長になられた時に伺ってですね、写真集を持って、ぜひこの町並みを残したいんだけど、なんとか、市の方で、お力添えいただけないかという時に、あの鷲澤市長さんの決断でもって町並み環境整備事業というのをですね、町を取り上げるんですね。平成14年から町並み環境整備事業が取り上げられます。その結果どうなったか、今日歩いていただいたところの、ここですかね、これはあの真田邸のある文部学校だと、こういった形でもって、電線もあるんですけど、電線中華されてきれいになった、それから石畳風になったと、こちらの方もあの近郷の方行く途中の山田上段邸のあるところなんですけども、こういったところで整備されているといったような状況が現れています。これは山寺増団邸をあの活用しようということで、私ども提案をさせていただく中で整備されたものでございます、はい、そして歴史ある町並みを残していくということがですね、私たちの思想にあの形として現れてまいりまして、こちらの方にですね、寺町商家って今整備されましたけど、町屋がですね、明治時代の町屋が大変もう壊されそうになった、でもう売却されそうだと、でこの町並みがなくなってしまったらどうなるんだろうかというシミュレーションもしまして、大学の先生、あるいは文化庁の調査官等をお呼びして勉強会やってですね、住民地協議会の中でもう勉強会やっていただいたら、あのいやこれぜひ残そうよってことになって、住民地協議会の方から行政の方へ保存の要望が出されて、結論としては保存されることになりました。後ほどその結果を表します。でそういった中で、どうすれば、建物が残せるかなという中で、国の登録文化財を推進しましょうということで、大学の先生に教えていただいて、であの民家ですね、こういった民家、それぞれのところにある民家、明治、大正、昭和という中で、貴重なものとして残せるものをあの国の登録文化財に推進しましょうということで、登録してた結果ですね、現在37箇所80件が登録されました。これは町の中の歩く拠点として非常にこう有効に今生かされているという状態でございます。こういったものですね、今まであんまり目をいかなかったというか、あの文化財ではありませんのでではなかったんで、みんなあの自然に壊れてきたといったようなものがたくさんあったんですね。それを保存して残していく、活用するという方向が出てきました。はい、次にお寺、お寺がね、33箇所あるんですね、小さな町、人口が1万7000人くらい、これ、真城高校の高校生にデザインしていただいて、こういったお寺ごとのスタンプを作っていただいて、こう寺めぐり、注意帳を作ってですね、実際に歩いていたということで、まあ、観光っていうのにどう結びつくかということを努力しておりました。で、やはりあのいろんな拠点がこうできてきたんで、それをどうやって歩くルートに落とし込むかということで、私たちは歩くルートをですね、こう初めからあったわけじゃなくて、作ってですね、何コースも何コースも作って、周辺の町、町内で作ってですね、そしてそれを、まあ、今言われているところの着地型観光というんですかね、地元で提案していく観光というものに結びつけるという中で、にぎわいを作っていくという取り組みをずっとやってきました。その中で一番受けているのがですね、江戸時代の地図、こっちは現代の地図です。表側になってまして、ほとんど江戸時代の地図で
歩ける町なんですね、実際町を。そういった中で、実際町歩きしながら江戸時代を体感していたといったような取り組みをしています。で、やっぱりこう発見したことを見える化しないとですね、私たちだけで満足しててもダメですので、やっぱりルートを作って冊子にして、それぞれの、まあ、自分で歩けるセルフガイドというようなものを作ってですね、ガイドを全部できませんので、実際いろんなコースでもっと歩いてもらおうといったようなことでこれを作ってきてました。で、最終的にですね、やっぱり街歩きには拠点が必要だなということで、街歩きのための拠点を作ります。これは平成22年登録文化財のところの八壁のご当主に協力を求めましたところ、貸していただくことになってですね、こういった街歩きセンターが現在運営されております。で、ここによっていろんな人たちが訪ねてきて、いろんなグループ団体が生まれてですね、そして、小さな拠点がですね、いろんなつながり、地域の活性化につながっていく。特に若い世代も含めてですね、世代がこうして、ライブともつながっているといったような形になってまいります。今日テレビ局ということで、マシロテレビ局さんが、これ、ま、当時からですね、ずっと平成24年から7年ごとなのか、500回以上の生中継をされています。で、この拠点があることによってこういった取り組みが生まれてきた。で、先ほど紹介しました、寺町商家というのがオープンするわけですね。長野市が文化財館が整備していただいてですね、提案した手前ですね、やっぱり指定管理者にならざるを得なかったということで、指定管理を今やらせていただいております。中にはワンデー食というので食事が取れる。で、これは町の駅舎、今日町歩きの拠点に出発点でしたけども、こういったものが駅舎がですね、電車が終わっ廃線になってしまいましたので、その後の駅舎をなんとか活用できないかと、これは真田丸の時にはここをですね、実行委員会が借りて、中学生などの、まあ、観光案内情報コーナーとして活躍をしていただきました。で、そして真田丸でですね、放映がされたことによって非常に真っ白に見えるという状況です。これは真っ白駅舎の保存に活用のための、本を作りました。今日の講演いただいた宮崎先生に監修していただいたということでございます。こうやってですね、徐々に徐々に20年間の中でようやく真っ白も観光地らしくなってきたということで、長野市さんの、呼びかけによりまして協力に推進していただいて、真っ白、信州真っ白観光協会というのが令和元年に設立されて、ようやくその、観光の推進体制ができたというところでございます。それまでは専属の事務局いなかったんですね。ようやくその一本化できたということで、一昨年は全国町並みゼミを真っ白で開催することになりました。本当は明日ですかね、真田樹木祭りがあるわけなんですけど、コロナ等でできなかった。去年も水害でできなかった。みんなに続けたんですけど、このような形でもって町の中に非常に多くの方々が集まるという観光でございます。今やってるのがこの、復興応援祭、秋祭りということで取り組んでいくわけでございます。で、ここら辺に今日の町並み全部もあると思うんですね。こういった中で、まあ、いろんなグループ団体が10月11月2ヶ月にわたって取り組みを行っているということで、街並みを生かして観光まつり作り、そして賑わい作りへということで、最終的にはもう100万人ぐらい の観光客が来てくれると、真っ白も経済的にも成り立つかなというところでございます。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。はい、中山さん、ありがとうございました。続いて準備いただいて、では続きましてですね、上山田温泉旅館、亀瀬主人でございますけど、平川林地さんに、ご応援をいただきます。よろしくお願いします。ちょっとお待ちください。はい、じゃあお願いいたします。皆さん、こんにちは。今日は呼んでいただいてありがとうございます。まあ、私も、こっち長野の引っ越したのは15年経ちまして、
まあ、前から松代ファンになっておりまして、松代の街並み、個人的にすごい気に入ってまして、お客さんにもよく紹介したりしてるんですけど、その今日今朝も、プロの先生たちにいろいろ話していただいて、またいろいろ新しい発見がありまして、でまあ、ちょっと皆さんに私なりにお伝えしたいのは、似たものがございまして、一つは、まあ、自分も皆さんにこれで配らせていただいたんですけど、田原亀山で、こういう、まあ、エコツアーということで、マジョルキツアーと、自転車サイクリングツアーをやっておりまして、でエコツアーっていうネーミングをしてるっていうのは、ただ、その外からその箱物とかを見せたりするんじゃなくて、その生活をなるべく携わるような、ガイドをしてまして、で、今日はいろんな立派な歴史の、まあ、言い方はあれですけど、箱物的なものを見せていただいたんですけど、例えば今日歩いてて、小山田さんの自宅で立派な門があって、で今だに本人たちは住んでいらっしゃるんですかって聞いたら、歴代もずっと続いてるよっていう、そういう人物の、ところが大きいかなと思いまして、ただその箱物だけじゃなくて、例えばうちサイクリングツアーやってる時に、ここも絵あるんですけど、実際、走って、田舎にしてる場面を見て、これはある先輩に言われたら、サイクリングツアーで一番重要なところは自転車から降りること、田舎にの作業を見てて自転車を降りて畑入って手伝わせてくださいと言います。で地元の農家さんたち、驚いて、でもいいよいいよ、ちょっとやり方も教えるから、ちょっとまあ少し触るだけですけど、実際手伝ったりします。その何回かやることによって農家さんたちと仲良くなって、自分の中ですごい、すごい奇跡的なことは、去年の、ラグビーのワールドカップあったじゃないですか。で世界からいろんな国から日本に来られて、である時ニュージーランドからの2人、お兄さんたち2人、そのサイクリングツアー連れて行ったんですよ。で回って、あるリンゴ畑の前を通ったら、その農家さんのおばさんが、ああ平君と手を振ってくれて、何回かね交流してるから、そしたらそのニュージーランドの2人、1人ちょっと黒っぽい顔してて、あれですか、マオリ族ですかって聞いたら、そうだよって、あれですか、よくニュージーランドのラグビーのチームがこういうハカという踊りをするんですけど、それは踊れるんですか、踊れるさっつって、あ、違うちょっとここでちょっと踊ってくれやって、おそらく歴史上初めて本物のマオリ族が本物のハカ踊りを日本のリンゴ畑でやると。でそのリンゴのおばあさんもすごい喜んだし、多分何の踊りかって巡り出てるかと思うんですけど、で本人たちも少しでもこう自分たちの文化も、シェアできたって嬉しいし、すごいお互いにすごい喜んだんですね。でそういう、まあ先の話で、50万人の松代の観光客を100万人増やしたい中で、それは観光客の人数を増やす中で、地元の人たちはプラスにならないと意味がないじゃないですか。ですからその一生懸命、いろんな、資源を守ろうとしてるけど、多分その訪ねる方々との交流があることによって、我々の努力はこの価値があるんだって、こっちも多分プラスになるかと思うんですね。ですからまあどういうふうに地元の住民と
観光客との接点を作れるか、まあ、一つの大きい課題かと思うんですが、それをうまくいくことによって、観光客も喜ぶし、その住民も自分たちの町やっぱりこれからも守っていかなきゃいけないなっていう、さらにその意識が上がるかと思いますね。で、もう一つは、その歴史的なことを見せる中で、じゃあそれは今の私たちとどういう関係があるか、それをどう結ぶかっていうのは重要だと思うんですよ。例えば今日はいろんな面でシルクの話だったんですよね。お蚕さんの、お蚕様の話だったんですね。で、自分は、まあ、長野に来ていろんなところで観光して、で、いろんな古民家の、自分も結構瓦フェチなんで大好きで、日本の瓦で、いろんな古民家の屋根見て、あれ一番上がちょっと突っ立ってて、それはなんでその形の屋根になってるんですかって聞いたら、いや昔その屋根裏で蚕様を育てたので、その空気をのためにっていう、あなるほどなと。で、自分のサイクリングする時に亀山の地下石っていう地区があるんですけど、そこもまあ、それ行く途中でこうリンゴ畑を通ってね、で地下石入って、で地下石のその形の特徴の形の古民家、皆さんにクイズしますよね。これは何のためですかと。で、いや実は昔そこでお会場を育てたって。それで参加者の中で女性の方がいらっしゃったら、ちょっと質問させてください。ちょっとやらしく聞こえるかもしれないですけど、実は理由あるんです。何かお出かけするときに、すごいいい格好するときに、足には何つけるんですかと。いや、ストッキングをつける、ね、そのストッキングは何でできてるんですかと。いや、ナイロンです。ナイロンっていうのは第二次世界大戦で発明されたものなんで、で、実は今まで女性はシルクのストッキングを履いてたけど、ナイロンの方が丈夫とかいろいろ安いし、で、切り替わったわけですよ。で、さっきリンゴ畑を取ってきたんだけど、50年、60年前はそれみんな桑の畑だったと。で、世界中の女性が変な話、ストッキングをシルクからナイロンに切り替わったことによって、もうそのシルクの相場がガーンと落ちて、今ではこう屋根裏でお蚕様を育てたこともそれもなくなって、桑が必要なくなったので、それをうまくリングに切り替わったとか、なら今の私たちの行動が直撃その歴史につないでるっていうことをなるべくこう一致しようとするんですよ。で、あ、なるほどなと。今の家はこの形だけど、それは私たちの生活はこういうふうに進化したからこういう変わったなと。歴史は過去で終わったんじゃなくて、今とのつながりはどう結ぶかっていうのは。で、例えばインナーオムの面で、今日も、いろんな家の自分瓦フェチなんで鬼瓦大好きで、こう水って書いてあって、それで火事よけっていう。で、今日は初めて勉強なんですけど、べこの形のあるんで見て、ああそこもシルク関係で、猫がネズミなんだかんだっていう、すごい面白いなと思いまして。で、それはもしかしたら外国人に通じないかなと思うかもないですけど、逆に例えば例えば自分でいつも、みんなで事例として出すのは、オフランスのパリのノットルダムの教会の屋根にガーゴイルっていう魔除けのオブジェが飾ってあるんですよね。だからそんな感覚で、これは水とか書いてあるのは
火事余計ですよと。なおかつ残念なことですけど、パリ・モトレラも本当は水って言わず会議やった方が良かったかもしれないですね。去年火事になっちゃって、まあそういうふうになるべく、インバウンドでしたらば海外での事例とその歴史のものと今のこう結び方が重要だなと思いまして、でさっき先生のお話で棚田の話がありまして、でオバステが、まあどういうふうに、商品化するかって今年6月に日本遺産に認定されたんですよ。で多分筑部市は日本遺産に認定するのは目的だったのでじゃあ認定になったからどうするのっていう、ところになってるんですけど、でそれこそ、物だけじゃなくてオバステ、オバステ地名、オバステ、オバステ山という伝説、おばあさんたちを捨てたっていう恐ろしいイメージですけど、実は親孝の話ですね。おばあさんおじいさんの知恵で町が使われたっていうことで、自分がお客さん、おばあさん棚田よくそれもサイクリングで、連れていくんですけど、その時になんだかんだその棚田のお米を育てる農家さんたちがなんだかんだ生き合うんですよ。でその方々が、まあ、かなり高齢化になってて、それこそその方々の知恵をどう次の世代に伝わるかっていうのは非常に重要だと思うんですよ。でその生き合う農家さんたちがやっぱり結構それなりの思いがあるので、で昔のさっきの、映像でお池のたまり水というところから始まって、本当に江戸の技術でこうだんだん畑にお水がだんだん行くように、でそれを畑みんな機械が入れない、みんな手作業なんで、だからその手作業やってる農家さんたちはそれなりの深いうまい思いがあるので、観光客連れてきてその方々と交流することによって、それこそ自分たちの苦労がこんなふうに皆さん認めてくれるんだと、で農家さんたちも喜ぶし、少しずつ自分たちの知恵もその訪ねる方々に伝わって、まあ少しずつこういい循環に、なるような気がします。ですから松代もそうですけど、できるだけこの町並みを守っていく中で、そのここの市民にどういうメリットがあるか、その訪ねる方々との交流接点のなるべく、作ることによって、もっと自分たちの努力の、まあ、何のためか見えてくるだろうし、でなおかつもう松代の魅力は過去だけで終わってるだけじゃないですよね。その様子が今の私たちの生活とどう結ぶか、何の自分の生活の中でどう取り組めるか、それをもう結ぶのが重要かなと思います。まあ私も松代の、大ファンで、いつかこの加藤線が自転車道に、なって戸倉上山田と、松代がなお、まあ、結ぶようになればいいなと思ってるんですけど、まあ、それなくても、いろんな面で松代との、魅力がもともとグローバルに、伝わればいいかなと思ってますので、私も応援してますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
続きましてですね、一般社団法人長野県観光機構販路市場開拓部長でございます岩本、文生さんにお願いいたします。ちょっとお待ちくださいね。皆さんこんにちは。ただいま紹介いただきました、長野県、観光機構のですね、販路市場開拓の岩本と申します。本日はですねお呼びいただきまして誠にありがとうございます。また日頃はですね、長野県の観光に多大なるご支援とご協力を賜りまして誠にありがとうございます。私の部はですね、主には国内の誘致とですね、あとインバウンドの誘致と、あと教育旅行の誘致もやっております。また新たな、需要を作っていくということもやっております。そういう中でですね、今年度コロナになりまして、かなり長野県も今厳しい状況になっております。そういう中、県内の復興割とかですね、その中で、県内をまず回しましょうということで、6月7日取り組みさせていただきました。また今 GoTo も始まってますけど、いよいよですね、県外のお客様も動いてるんじゃないかという中で、特に教育旅行につきましてはですね、ほとんど今グリーン機の5月、6月、7月というのは関西方面がたくさん来るんですけど、今ほとんど来てない中で、国内の教育旅行を、県内のですね、学校さんに、東京とか関西行く修学旅行を全て今中止になっている中でですね、なんとか今教育委員会の方にもお願いして、とりあえず県内に教育旅行を行っていただけないかということで、私も教育委員会周り県内回ってきました。そういう中でですね、意外と南進の学校さんがこの松代を選んでいただくってすごく増えておりまして、北進の学校は南進の方に行くって、県内の流動のですね、教育旅行というのが増えております。特にこの松代がなぜ選ばれているのかとなると、やはりこの、平和学習ですね、特にこの辺の銅山地下壕もありますし、あとは歴史文化遺産が今日も見てきましたけど、そのまま残ってくる町づくり、やはりここ判別行動っていう、学生さん意外とこう班でこうグループ行動をするのを、やはり学校も今、好まれてまして、そういう場所としてはこの松代ってすごく選ばれるところなのかなということで、今南進とかの学校さんが来てるって話を聞いております。そういう中で今日のお話はですね、やはりこのアフターコロナ、コロナという時代の中でですね、どう見据えた観光振興をしなきゃいけないのかということで、ちょっとお話ししていきたいと思います。まずは現状認識ということでですね、今コロナの中で本当に未曽有の大打撃を受けております。特に全体ではもう観光の宿泊のですね、者数がもう前年比のもう4月から6月なんですけど 83% 減、特に4月6月においてこのインバウンドはですね、もう飛行機飛んでませんので、入国もできませんので、もう 99% 減ということで、ほとんどもう蛇口がストップになっている状況です。そういう中で、じゃあ今までの観光消費額はどうだったのかというとですね、国内旅行において約 10.5 兆円ですね。これはもう国内のマーケットです。で、特にインバウンドというのがやはりすごくここ伸びておりまして、去年の2019年度で約 4.5 兆円ありました。このマーケットがほとんど今なくなっちゃったという状況でですね、厳しい状況になっております。また、この日本人がですね、実は海外旅行に行くマーケットって、これアウトバウンドって言うんですけど、このマーケットの消費額も約4兆円あります。このマーケットが、今、実際にはもう、ストックになってるってことで、このマーケットをいかに国内に回すかっていうのが、新たなターゲットとしてですね、やはり、長野県としても取り組みしていきたいと思っております。で、やはり、人の行動とかですね、価値観がかなり大きく変化しています。特に、暮らし、仕事におきましてはですね、この、集団行動というよりも、ほとんど、個人単位での行動とか、分散型とか、特にテレワークというですね、情報技術を使った、セミナーとか、もうほとんど人と会わないでですね、勉強会したりとするのは、急速にもう5年進化したと言われております。
また特に観光においてはですね、今まではなんかこうテーマパークみたいな、並んでも楽しみたいところに行くっていうマーケットの思考から、まあ、人混みを避けたいとかですね、やっぱり地方でゆっくりしたいっていうニーズが急速に高まっております。まあ、あとは、デジタルということでですね、やはりデジタルを使った取り組みがかなり急加速しているということで、特にこの3つですね、まず観光地選択にあたっては、安全安心をかなり重視するようになりましたっていうのとか、あと人混みを避ける地方でゆっくり過ごすっていうニーズがすごく急速に今高まっております。で、これ、あるデータが出たんですけど、まあ、この秋のですね、観光地の人気ランキングで、まあ、上昇率っていうか、全体図を含めれば長野県は、まあ、7、8人ぐらいなんですけど、上昇率は長野県は実は47都道府県3位に入っているということで、やはりこの自然とかですね、人混みの、まあ、集中する、まあ、観光地じゃないっていうか、そういうところの中では長野県が今選ばれているっていう状況です。あと3つ目は、やはりこの、デジタルですね、社会生活の中でやはりキャッシュレスとかいろんなデジタルが急激にまあ進んでいるということがあります。まあそういう中で、私どもがですね、今、今後の方向性というかですね、としてはこれ3つですね、今考えております。まず1つはですね、安全安心な観光地づくりということで、これはもうほとんど何もすることがベースになるかと思います。まず土台という中でですね、大きな柱の1つを考えています。で、2つ目は、やはりこのゆったりくつろぐ時間をですね、いかに提供していくかという中で、まあ、今まで松代の観光ですと、まあ、半日でいいのかなという中でですね、時間配分してきた中で、まあ、いや実は松代はもう1日かけて楽しめるところなんですよという中で、まあ、そういう、こう時間の使い方でですね、まあ、そういうことによって地域に落とす消費額も変わってきますし、逆に松代は1泊じゃないよね、やっぱ200ぐらいして楽しんだ方がいいよねというマーケットも思うかなと思っております。で、三つ目におきましては、やはり、こう、リピーターをですね、いかに獲得していくかということで、まあ、そのためには、まあ、今後デジタルをどう、使うかっていうのがすごく大事になってきますし、まあ、コアな新種ファン作りをいかに作っていくかっていうのがすごく大事になっていくかなと思っております。この辺の部分をですね、私どもとして、三つの柱として、今後取り組みしていきたいと思っております。で、まず、まあ、これはもう、安心安全な観光地っていうのはすごく大事になってきますけど、まあ、いかに見える化していくっていうこととですね、まあ、これ、コロナ対策に加えて、やっぱ自然災害っていうのもすごい今後の対応ですごく安全安心っていうのの中の一つになりますので、やはりこういう観光地づくりをいかにするかっていうことを、やはりこう選ばれる中の一つに土台になっていくのか、ということで詳しくします。で、続いてはですね、やはりこの先ほど言った長期滞在っていうことのキーワードとしては、やはりもう変化の中では団体から個人に移ってるっていうこととか、まあ新たな、需要としてはこのテレワークっていうかですね、まあ特に今自宅でこう在宅で仕事をする人がすごく増えてきたりとか、まあ今後、長野県が取り組みしていくこのリゾートテレワークっていう、まあ長野で来て、長期滞在しながら仕事をしながら、まあ観光もしながらしましょうっていうのを今後取り組み強化していこうということに動いております。またあと今までこう回ってた周遊旅行っていうのはもう今後なくなっていく中でですね、やはりこう滞在型、いかにこのエリアでいろんなこう体験がこんなそんなできますよっていうことで、やはりその代わり過ごし方の点をきちっと提案しなきゃいけないっていうのもありますけど、まあそういうこう変化が今起きているのではないかってことです。まあ方向性としてはこのライフスタイルの観光と融合したですね、観光と例えば農業とか、観光と仕事とか健康とか、観光と歴史文化とか、やはりそこをこうミックスしながらですね、やはりこう新たな発見とか、まあ人生を豊かにする観光、長期滞在型観光をですね、今後私も進めていきたいと思っております。で、最後は、新種のリピーター獲得ということでですね、まあ、デジタルをどう有効に使うかっていうのはすごく大事になってきますし、やはり今、ほとんど、情報をどこから入手するかっていうと、大体スマホとかですね、インターネット含めて、入手する中で、まあ、そこでもう予約も簡潔にできたりとか、で、旅中では、やはり、今後必要になっていくのはもう、キャッシュレスですね。やはりもう、お金も使わないで、まあ、インバウンドではもう当たり前なんですけど、国内の中でももう、キャッシュレスがかなり急速に進んでますし、
まあ、あとはバーチャル旅行みたいなのが今流行るというかですね、やはり行けない中でオンラインでいかにこう観光をですねアピールしていくかというのも増えてきてますし、まあ、ある意味でこの那須の歴史文化などはオンラインバーチャル旅行で発信しながら、で実際本当に興味を持った人がもう来てもらうという形のですね旅行も増えてくるんじゃないかと思っております。で旅跡については今後やはりSNS 発信で、先ほど藤原理事長が言った通り、もうただで旅行者が発信してくれますので、まあ、いわゆるこの Twitter、Instagram、とか Facebook などでですね、いかにこの、信州ファンとか松潤のファンの方に発信してもらうということが、今後有効活用かなと思っております。そのためには、この信州のリピーター作りですね、ファン作りをきちっと取り組みしていきたいと思っています。はい、私の方から以上になりますけど、最後に、まあ、午前中ちょっと松井市の、視察させていただきましたけど、すごく新たな文部学校も見させていただきました。まあ、映像の素晴らしさというか、まあ、特に、来年ね、式年大祭、戸隠もありますし、まあ、そういう、こう、戸隠と松井のセットでですね、アピールもすごいできますし、まあ、次の年は一応もありますので、私どもとしてはやはりどんどんこの世界とか日本中に発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上になります。どうもありがとうございました。